ロシア軍がウクライナに侵攻を始めました。先進国同士の大きな戦争に動揺しています。実力主義の残酷な世界の中で弱い者は強者、大国に震えながら生きていくしかないのでしょうか。お釈迦様が修行されていた頃のインドの地域でも戦争はありましたか。恐怖へのアドバイスをいただきたいです。そうですね、お釈迦様が修行されていた頃のインドは、まあ、戦争があったっていうか、まあ、戦争がかなり活発にあったんじゃないかと思います。で、事実としてお釈迦様の出身部族、釈迦族、釈迦尼というのは釈迦族の聖者って意味で、あの釈迦尼です。本名はゴータマ・シッダッタという人物です。その釈迦族は釈迦の生前中にですね、滅ぼされることになりました。滅ぼしたのは隣国の大国コーサーラ国です。コーサーラ国ともう一つの大国マガダ国があり、その間にその釈迦国という釈迦族というのがいて、コーサーラ国の属国みたいになってたんですが、属国を滅ぼされてしまったんですね。ちょうどあのロシアはウクライナにとって兄弟国っていうか、まあ、プーチン氏にとってはまあ属国みたいなもんで、それを取り戻すっていうことと似てるのかもしれませんが、実際そういう浮き目にあったのがお釈迦様ということです。こちらのマガダ国の方は最終的にマウリオ王朝、これをこう成立させるインドの大帝国に発展しました。不思議なことにこの両方の国の王様、教国の王様はお釈迦様の弟子という側面もあったということです。よってコーサーラ国の 王子っていうんですかね、あがですね、その釈迦族を滅ぼす際には3度釈迦尼はそれに立ちはだかって、で釈迦尼への敬意で3度王は思いとどまったが、4度目それはならず、滅ぼされるに至ったと言われています。なんでそんなことをしたんだっていうと、釈迦族がまあ非常にこのコーサーラ国の王様を傷つけるような行為ですか、身分の卑しい、女性を高貴な身分のものとして王様の妃として送ったと。でその子供がですね、その事実に気づいて王様になった時にひどく傷ついて、それを釈迦族の者がですね、あの王様はこういうことを知らないんだっつって、騙されてることを知らないんだっていうことで嘲笑してたってところを、それは後から知ってしまってからそういった憎しみを抱いたみたいなことなんですが、まあ実に人間的な営みでね、そういうことがあった、ということです。ですから、まあ、どんな時代にも人類これは戦争というものはあって、で、まあ、大国小国の中で、まあ、残酷な展開というのはあるのだろうなと思います。ただ、まあ、この恐怖という問題に関して言えば、やっぱりその恐怖の状態においてどう自分が心を静めて状況をよく見渡して生きるかというのは非常に重要なことだと思います。自分と相手をですね、そのこうなんていうかな、見誤ってやるとですね、こう恐怖や焦りから失敗してしまいますが、落ち着いて対応すればですね、何か抜け出していく道、これもこう見つかるんじゃないかということです。まあ、先ほどの話で言えば、そのお釈迦様の釈迦族が滅ぼされた原因は、その滅ぼした国の王様ですかね、それを騙すことによってそうなったわけですけど、まあそういった騙しですか、それをしてしまったのは、その形上であっても、その高貴な身分の女性をその強国のコーサラ国に渡さなければ、差し出さなければ大変なことになるってことで、でそこで多分動揺して、でそこのところで横島な考えとして、そうでない卑しい身分のものを送るってことをしたんだと思います。これやっぱりどっか精神が動揺してたんだと思うんですよね。やっぱり無理だったら無理だということで落ち着いてそういうことをその言うと、ないしはその少なくともその騙すようなことをしないでやっていくといったことをした方が、その実際に起こった悲惨な展開にはならなかったんだと思うんですが、最初の点でなんかこう動揺してしまったのかなと。その身分の高い女性を求められた時の釈迦族に何かこう恐怖、不安、精神的な動揺があって、そこで後から裏目に出るような対応してしまったのかなとは思います。
で、まあ、そういった力関係でね、強い力のものに対して、で動揺して、そこからやったことが逆にそのあだとなるということはすごくあると思います。恐怖とか不安があると、そこで、藁をもつかむ気持ちでやったことがですね、後から見るとなんでこんなことしてしまったんだろうなという間違ったことであって、それが逆に決め手になって失敗してしまうと。単純にその王様にその身分の高い女性を求められたと、どうしようという心配から本当に滅ぼされるような憎しみ、これを買うようなまあ行為、これに至ってしまうということですね。だからやっぱりそういった不安とか恐怖とかピンチの時ほど逆に心を沈めて落ち着いて、で最も合理的にどんな方向とをやったらいいか考える、そういった勇気を持つことっていうのは非常に重要じゃないかと思います。まあ恐怖に際しては心を沈めて勇気を持つことが逆にそこを生き抜く、勝ち抜く方法じゃないかなと思います。日本仏教の父と言われているのが聖徳太子という人物です。日本のお釈迦様です。で彼は非常に勇気のある人物だったと、まあ、まずその仏教の教え、これを学んでいます。そして彼が仏教を導入しながらその後に退治したのは巨大帝国隋というものでした。まあ隋ですね、剣隋氏、剣唐氏というふうになったその隋という巨大帝国です。日本は隋に対して非常に小さい国だったんですが、しかし聖徳太子はですね、それとの外交関係を結ぶときに非常にこう大胆な勇気あふれる行動に出ます。実は対等外交、これを求めたわけです。その時はその日いずる国、という言葉を使って日本を表し、それは日沈む国という言葉を使って隋を表し、どういうことか、日いずる国の天使が日沈む国の天使に書簡を送りますということです。で隋のその時のその王様は煬帝という暴君でですね、非常に恐ろしい人で、その対等な書面、自分とお前を対等に扱うのかという書面を見て非常に激怒しますが、しかし実は聖徳太子が見抜いたようにですね、隋煬帝にはその弱みがあって、その朝鮮の新羅とか高句麗とかあるわけで、そこら辺と戦争してたわけですね。そうすると日本まで敵に回すとこれは厄介なことになるってことで、煬帝は激怒したけども、まあ、結果として要するに親善大使を日本に送ってきて、で遣隋使が始まりました。で皆さん遣隋使、遣唐使っていうふうにいう言葉知ってると思いますが、まあ、どうしてそうなってるかっていうと、隋が煬帝の代で滅びてしまいました。巨大帝国だったけど、まあ暴君だったから国がまとまらなかったとか、中国がもともと大きいからすぐまとまりがなくなって滅びるんだって話ありますが、隋が滅びて唐になって遣唐使という形で今度は安定的なまあ関係が続き、で唐の代に伝教大師最澄、弘法大師空海が唐に行って中国の仏教をまと学んで、まあ日本にこう伝来させたと、そういう関係が聖徳太子を起源とした巨大帝国隋唐といったところと日本の付き合いということになりました。だから状況を落ち着いてこう見極めればですね、その不安に駆られてその後から見ると変なことをやってしまって失敗するとか、それから絶望してしまってもうどうにもならないと諦めるとか、まあ、そういったことがなくなるんじゃないかと思います。まあ、今そのウクライナの人たちというのは圧倒的なロシアの戦力ということなんだとは思うんですけど、しかしそのウクライナの人たちが落ち着いて何か勇気を持ってものを見たならばですね、何かの突破口、これが見つかるのではないかと思うんですね。ただまあ現在の状況だと最初の1日2日はですね、そのいろんな人の情報によるとウクライナの人はもう振り上がってたと、しかしそれから今になったら祖国を守るために戦うと、祖国を守るために戦うと、まあ、一種は腹をくくったとか開き直って逆に高揚感があるそうですね。なんか恐怖や不安から今度なんか高揚感にですかね、愛国心の高揚感に変わったようなんで、恐怖や不安によって失敗するってことはないと思いますね。今度失敗するとしたら高揚感から今度その慢心に陥ってしまって、ちょっとやらんでもいいことをやってですね、
失敗するってことはあるかもしれませんが、まあとにかくこの2つの問題ですね、不安な時にその恐怖や不安によってですね、その心が動揺してなんかまずいことやってしまって、それがこうダメ押しというか決定打になってしまうパターンと、その好調な時にですね、慢心によってですね、その舞い上がっている時に油断をして失敗してしまうと、まあ、ウクライナの人がその圧倒的な戦力差の下で油断するってことはないのかもしれませんが、一般論として人はその鬱状態の不安の強い時と、それから躁状態の油断の強い時、この2つに失敗しやすい。個人の行為でも、それから企業の経営でも、企業が潰れる時とか、それから国家の運営でもあると思います。まあ要するに絶望も、それから油断もない、落ち着いたフラットな心の働きでものを見れば、そのなんとか生きていける道が見つかるんじゃないかということが、まあ重要なポイントかなと、まあ思います。